はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ、今回もね、サンズ・オブ・ザ・フォレスト遊んでいきたいと思います。こちらご覧ください。素晴らしい景色ですね。見てくださいよ、これ。向こうのね、海を見えますね。はいはい、こんなとこになってます。今ここ一体どこにいるんだと。こんなね、素敵な見晴らしのね、どこにいるかって話なんですけどもね。もう画面の右のね、とこ見るともうバレちゃってますね。はい、ここ拠点なんです。じゃーん、ということでね。あらららららら、ら、こんなんなってしまいましたよ、と。はい、もうね、やっちゃいました。はい、ということでね、今回いろいろまたね、これを使って遊んでいきたいと思いますー。はいー。遊んでいたらですね、早速お客さんが来たんですが、はい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 、姉さんがやってくれたかな？あららら、まだ元気だね、君。はい、よっと。君はどっから入ってきたんだ？よし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 。あらあらあら、来客ですね。ちょっと来客のね、相手してから行きましょうかね。あー、いるいるいる。だね、大丈夫大丈夫。ここにいれば大丈夫。あそこでね。はい。おいで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 。はい、引っかかるよ。こら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 、兄弟兄弟兄弟、そっち行っちゃダメ。まあまあまあ、大丈夫か。ほら、もうね、なんかね、ほら、怪我しちゃって、こんな風になっちゃってる、これね。なんか帰ろうとしてる。はい、後ろから撃たれていると。いやいやいや、気を取り直していきましょうか。これ、やっちゃいましたよ。これ、見てください、これ。すごいでしょ、これ。これ一応ですね、どうかな、多分20時間ぐらいかかったかな、全部やるのに、ここまでね。はい。まあ、前回ね、このグライダーをですね、手に入れてしまったということで、まあ、これを手に入れたらね、まあ、やらざるを得ないでしょう。ということでね、やっちゃいました。はい。もう一度改めて下から見ましょうか。こんな感じになっております。まあ、作りはね、至ってシンプルで、柱をね、組み合わせて、ね、階段で、踊り場作ってっていう、これをですね、ひたすらね、繰り返してっていう風で、上まで行くんです。また後でちょっと行きますけどもね。はい、こんなのを作りました。ね、ちょっとえげつない話をするとね、このGPS のね、画面の左側のところにですね、今何日目かってなるんですけど、見てください。もう94ってなってるんですよね。これをね、作り始めたのが何日だったかちょっと覚えがないんですが、94日ね、もうこのゲーム内で経っているということでございます。ちょっと今寒い寒いってなってるから、寒い時はですね、タイマスを持つとね、温まるんで、これで OK ですね。はい。もう季節はね、巡りね、夏が来て、冬が来て、夏が来て、冬が来て、夏が来て、冬が来て、何度も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 繰り返しですね、これできました。まあ、途中でね、ちょっと気が狂いそうになったんですけどもね。はい。でですね、まあ、これをね、作って、たんですが、まあ、どんな風にやってたかって話なんだけどもね、ちょっと後でね、天気が良くなったら、上からね、見てね、もう一度ね、ちょっと説明したいと思うんですけども、もうこの辺り一面ね、森がね、消えたんですよ。はい、もうあれを作るためにね、こんな感じになってる。もうここ全部ね、森がね、消し飛びました。いやー、大変でしたね。この近代的な斧1本でね、もうこれだけで勝負しました。はい。ここから見てもすごいでしょ。で、ですね、この拠点のね、近くに、まあ、美味しい物資の場所があるよっていう話がね、まあ前からしてたと思うんですが、ここですね、ちょっと寄っていきましょうか。ほら、景色変わっちゃったの分かるかな？ここね、森の中だったんですけど、はい、ここまでね、もうね、全部木をね、切り倒してしまってという風になってますね。ついでに物漁っていくか。あららら、また来た、また来た、また来た。いらっしゃい、いらっしゃい。お、来た来た来た。こいつね、こいつね、こいつね。これ、なかなか、タフガイね、タフガイ、タフガイ、タフガイ。うい、うい。速射砲くらえ。あ、外した。で、もう矢がね、はい、来た。はい、行ったかな？行きましたね。これね、あれなんですよ。もうね、まあ、こんな感じでね、作業してても、まあ、こう、敵が来るじゃないですか。ちょっと矢が取れないで、矢が取れない。よいしょ。そうそうそう。だから、敵がね、来て、その度ね、敵の相手をしてなやかんやってしながらっていう風でね、結構時間かかった。で、まあね、例えば前作で言ったらね、チェーンソーとかね。うん。
それから前作にもあったんですけど、あのジップラインってありましたよね。であれで、あの丸太の輸送とかもね、まあ、前作に引き続き多分今作もできるとは思うんですけども、まあ、そういったねツールは一切使わずにですね、本当にねこの繰り返しなんですけど、この近代的斧一本でね、はい、ここの身一つでやってきたと。だからこう丸太をねこれカンカンカンってこう倒して、こう木を倒してね、で丸太担いで、で兄弟にもね手伝ってもらって運ぶのだけね、兄弟にはね運ぶのだけちょっと手伝ってもらって、でずーっと運んできてですね、兄弟に一旦ここへねどんどんストックしなさいっていう指令を出して、ここに兄弟に入れてもらうんですよ。でそれを自分がこう担いで、こう1回ね2本ずつしか運べないので、これをねちょっとやってみましょうか。実際にこういう風に上上がっていくんですよ。で、まあ、この階層の低いうちはねここでこう立ててこんな風にねっていう風で、まあ、すぐやれるじゃないですか。で下降りてって、だけどこれね立てれば立てるほど階層が上がれば上がるほどもう移動距離が長くなるんで、まあね階が上がるにつれてねかかる時間がまあ半端なかった。そう、最初の5時間ぐらいまではあなんか余裕じゃんこれと思ってたんだけど、もう途中のね10時間過ぎたあたりからねやばいこれ全然進まないわ、30分になんかワンフロア行けばいい方みたいな感じで、なんだかんだで全部で20時間くらいかかっちゃいましたね。もっとかかったかもしんないな。あ、もちろん連続でやってないですけどね何日かに分けてなんですけど、っていう風にね今こう喋りながら上がってる間もちょっと皆さん画面のね向こうの皆さん目が回ってるかもしれませんが、ちょっとご了承ください。でこうどんどん上がってね、でこう見てもらって分かるようにちょっとこうなんか空いてますよね、空間がね。これはですね、まあ、丸太をねいかにこう最小限の本数でやるかっていうので編み出した結果こんな風な形、これがなんか自分の中では最適解、一番ね自分的には丸太の本数がね少なくて済んでるって感じですね。でここまで来ましたよと。でこれねちょっと今なタイミング悪かったな、見晴らしが良くないんだけど、一旦ねこう作ったんだけど、まだね正直言うとね満足してないんですよ自分的に。うん、できたらねあの山の高さぐらいまで行きたいなと思って、こっからね、あほらほら見晴らしが良くなってきた。そうだから、まあ、まだまだね立てたいなと思ってるんですけど、まあ、ちょっと一旦ねキリがないしね、はい、もうこれがね終わるまで動画上げないってなるとねちょっといつになるか分かんないんで、とりあえずここまでにしたって感じで、こんな風でほら今2本運んできてこう置くでしょ、でまた通りに行ってって言ってここに当てて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 、っていうようなことをねずっと繰り返していくって感じです。もうめちゃくちゃ見晴らしいじゃん今、ちょっと見てみます、ほらやば、向こうがね今ちょうど画面の向こう側のあの浜がちょっとちらっと見えると思うんですけど、あそこがね多分方角的にはあれですね、リブリーザーがあった洞窟かなあそこね。でこっちのなんかちょっとこう入り江みたいになってるところ、あそこが仮拠点を作ったとこかな。うん。で、ここをずーっと上がっていって、この画面の今ちょうど多分真ん中あたりが初期スポーンの場所ですね。そう。で、あれが前回行ったね、山の頂上ですかね。二つなんかポコポコとなってますよね。うん。っていう感じ。やばいでしょ？ほら、見てください、これ。森がなくなったのがよくわかるでしょ？これで。そう。で、あとね、これももう一つ気づいたんだけど、上から見たときに、なんかところどころ木がないエリアがありますよね。例えば今画面の中央。ああいうところには、なんか集落とかが、まああるのかなっていう感じ。おそらくね。うん。まあそこはその限りじゃないんだけどね。この正面は、そこはですね、何もなかった。単なる空き地だった。でも多分そことか、そこは何かあるんだろうなって感じ。それで、まあこうね、丸太をね、運んできてこう置きますよね。で、降りるときにこんな風に下にいちいちこんな降りていったら時間めちゃくちゃかかるから、もうね、ここがですね、一気にここがダイブなんですよ。で、下の水の判定がうまいところに着地すればダメージないんで行きますね。めっちゃリアルですからね、これ行きますよ。3、2、1、ゴー！行きます！シューン！はい！っていう風で、こうですね。そう。一気に飛び降りて、で、またこれをこう持って、上上がってみたいなことをひたすらもう何回もやるって感じです。はい。まあ、こんな風にね、これを作ったということでございます。まあ、冬のね、期間は、
水の中にこうやって入っちゃうとね、体が冷えて、スタミナがね、ちょっと減っちゃうから、だから、松明をね、ここに持って、っていうことをやる必要が、冬はね、ちょっとあるかなって感じですね。はい。さあ、ということでね、まあ、前置きはさておき、まあ、こうなったらですね、これだよね。これをやるために、このタワーを作ったと言っても過言ではない。なので、今からね、ついにこのハンググライダーでね、ぶっ飛びたいと思うんですが、ちょっと待った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 。その前に、一旦セーブしよう、ちゃんと。うん。はい、セーブし終えました。まあ、なぜセーブをしたかっていうのはですね、今からね、何が起こるかわからないということもあるんですけども、まあ、やはりね、これ誰もが思うと思うんですよ。うん。はい、この高いタワーは作りました。ハンググライダーに乗ります。そう。もう脱出しようじゃないかと。この島をね。まあ、そもそも、まあメインのね、ミッションはね、大富豪をね、救助に来たっていうのがあったんですけどもね、もうここでですね、まあ本当にね、ケルビン兄弟とね、バージニア姉さんっていうね、愉快な仲間たちに囲まれてね、まあ楽しい暮らしをね、送ってたと。まあ任務なんかも別にいいやみたいなね、若干そういうことは、とこはあったんですけども、まあちょっと一旦ですね、うん、この島から脱出できるかどうかと。はい。まあできないですよ、もちろんね。できないんですけど、まあ一応ネタとしてね、はい。果たして脱出できるのかみたいなね。まあまあ、一応はやるじゃないですか。まあエンターテインメントなんでね。はいはいはい。そこはあれですよ。マジで捉えないでくださいね。ネタですからね。うん。ということで、まあ一応ね、海に向かってですね、飛んでみようかなということなんです。で、まあ、リアルな話をするとね、うん。効率を考えたら、山のね、頂上に上がってからグライダーで飛んだ方が距離は多分稼げるんじゃないかなとは思うんだけど、ここからね、また山の頂上までね、このグライダーを担いでいくのはめんどくさいから、まあだから今回はですね、ここからちょっとやってみようかなと。まあ高度がね、少し足りないかもしれないですけどね。そう、あの上から飛んだ方が絶対ね、有利だと思うんだけど、ということで、ここからですね、こっち行ってみようかな。この海の方ね。うん、まっすぐ行きましょうか。まあセーブしたのはその理由で、まあどうせですね、まっすぐ行って海に墜落して戻ってこれなくなるからっていう話です。では、さようなら。90何日でしたっけ？何日間ね、世話になりました。と言ってもね、ずっとほとんどここに引きこもってたんですけどもね。はい。ああ、これ下の方見てください。これ見えるかな？ね、めっちゃ豆粒みたいに。あれは多分姉さんだな。動いてますね。よし。じゃあ行きまーす。ヒューイーと。うん。このコードを保っていこうかな。よし。空の旅行きましょう行きましょう。これね、多分うまくやれば、なんだろうな、上昇できそうなんだけどね、ちょこっとだけやったんだけど、かなり結構難しいかもしれない。だから、まあ、このまんまね、高度を保っていきましょうか。これぐらいかな。落ちてるかな？どうだろう。若干落ちてるかな。あー、ここ歩いた歩いた歩いた。これね、右手のところに確かね、キャンプというかテントがあって、で、左手が、今ね、ちょっと見にくいけどね、左手のところが、洞窟ですね。うん。あ、海に出ましたね。さあ、海面が近づいてまいりました。ちょっとこっちの行くか？もうちょっと。あー、着水してしまう。ちょっと悪ガキするか。下向いてスピード上げてからの上向いて。下向いてからの上向いて。もう無理か。あー、水の音が来た、来た、来た。着水。ドガーン。うん。ここまで来れましたね。意外とやっぱり距離出なかったな。ちなみに水の中は何もないな。で、こうなっちゃうと、これ前作も同じなんだけど、これもう戻れないんだよね。だってさ、これ水の中にいるとアイテムこう取れないから、こうなっちゃうんだよね。うん。まあ泳いではね、自分は泳いで戻ることができても、これをね、こううまいこと、なんかこう押しながら、まあこうすれば戻れないことはないか。めっちゃ時間かかるけど。ですね。はい。ちょっとまあ面倒なんでね、一旦ね、じゃあここまでにしてね、もう一回ロードし直したいと思います。
はい、時計の針を巻き戻してね、また戻ってきました。さっきね、こっちの方へ飛んでいきましたね。じゃあ、今度はね、この山の方行ってみようかな。山の上に行ってから飛んだ方が距離がやっぱ稼げるから、こっからね、あの向こうの崖の上あたりにうまく乗って、で、ちょっと歩いて上の方行ってみるか。そんな風にやってみる。ちょっとでもね、もうじき日が沈むから暗くなっちゃっちゃ暗くなるけど、まあ向こうに行けるかやってみるか。行きまーす。シューンと下向いてからの上上がる。どうだろうな。ちょっと落ちてるよね、やっぱり。上向きすぎると落ちちゃうね。前作はね、このね、回転でね、上に上がれたんだけど、今作はどうかな。上がってないな。どうかな、ちょっとやってみるか、しばらく。上がってないですね。やっぱ下向いてからの、グイーンって上に上がる、これを繰り返すしかないようだな。これちょっと練習するか。よし、戻ってきた。もう一回行きまーす。ジャンプからの下向いて。あ、こういう感じか。その岩の上には行けないな。行けるか、こっちから行くか。よっしゃ、ここまで来た。あ、いいですね。こんな感じね。あまりやっぱあれだね。下を向くとね。下を向くってか、あんまり機体をね、上げすぎ、ああ、こういう風になっちゃう。機体をね、上げたり下げたりしすぎるとね、減速しちゃうから難しいね、そのバランスが。あ、こんなとこに幹がある。へえ。このエリアは確かにちゃんとまだ見てないな。ちなみに今どこかっていうと、ここですね。ダメだ。これ崖が険しいな。日がね、沈みそうなので、まあ無理せず一旦戻るか。ですね。あ、わかりやすい。拠点がわかりやすい。あのタワーのおかげで。まあゆくゆくはね、あのジップラインとかでネットワークをね、作っても面白いかなとは思ってるんでね。はい。そんなのをまたゆくゆくはやっていこうかなと思ってます。よし、こっから飛んで戻ろう。ほい。あ、いいね。こういうのは便利だな。はい、おはようございます。寝てね、朝になりましたね。あとね、さっき飛んでて思ったんだけどね、これ画面のね、このハンググライダーのこう持ち手の中央にね、なんか真ん中にさ、コンパスみたいなのがあって、これね、この緑の、これわかるかな？ちょっと画面の下なんでわかりづらいかもしれないけど、緑の丸が今ね、上の塗りつぶされたものから離れてるでしょ？で、これを下に下げていくと、重なるよね。多分これ重なった時が水平なのかな。これがきっと何か鍵を握ってそう。ちょっともう一回行ってみるか。行きまーす。こうでしょ？ほら、上に行きすぎてるってなって、ちょっとそこの画面に注目してくださいね。これが多分、これぴったり合ってますよね。ほら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 。これが今水平ってことか、きっと。で、W キー入れますね。W キー入れると下に下がるでしょ？ほら。で、今 S キー入れてる。ここ上上がってる。これが多分水平だよね。丸がぴったりはまってるから。W キー入れた。ほら、丸が下がる。こうですね。だから、塗りつぶされてる緑が、ちょうどなんていうかな、その自分の位置みたいな。ほら、これね、今ずれたでしょ。こういうことだね、多分ね。これで、これ今ね、上に向いて、上に向きすぎてるよーってなってて、で、こう戻します。下向いてる。上向く。上向きすぎてるよーってなって、落下してる、落下してる。こうだね。なるほど。これを見ながらやればいいってことか。便利になったな。はい。ということで、こんなとこまで来てしまいましたね。これ、最初のとこだな。
このまま行けるとこまで行ってみるか。はい、超絶視界が悪いんですけどね、また証拠りもなく山の上まで来てしまいました。なんだかんだ言って結局タワーは拠点に作ったタワーは一体何だったんだって話なんですけどね。はい、ここまでね来てしまいました。このグライダーを持ってね。ではね、じゃあもう今度は高さがあるから結構いけるんじゃない。もう一度ね向こう行ってみましょうか。そうだな、まあ、どっち行ってもいいけど、まあ、こっち行くか。じゃあ行きまーす。と今度こそ脱出だ。あれ、ちょっと待って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 、危ない危ない危ない、あれ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 、おい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 、待ってくれ待ってくれ、あーいい、これねちょっと微妙なんだな、これな。もうちょっとやりやすいところで、こっからこっから行きますかね。よし、こんなら大丈夫だ、行くぞ。こっから行きます。とおおおおお、どうなった。よし、飛んだ。オッケーオッケーオッケー。これでちょっと機種を上げるか。これぐらいでいいかな。よし、いいね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 。これで待って、ここが水平だな。よし、オッケー。よし、これでいこう。さあこっからじゃあね、ガンガン、おわすごい。ちょっと今視界があんま良くないけど、島がねこう目の前に全部入ってるね、ちゃんとね。いいねー。あー、今ね、ちょうど右手のね、拳あたりのところが、あそこがね、拠点ですね。うん。森が剥げ上がってるからね。よし、このまま飛んでいくか。これね、今試してたんだけど、やっぱりね、下向いて、キューンって上向くでしょ？そうするとね、高さね、ちょっとずつ上がってますね。稼げるね。めっちゃ上の方来たんだけど、ただある程度やっぱね、こうなんだろうな、高さがあるところでやらないと難しいかもね。うん、理屈上はねこう上昇できるな。こうギューンと降りて、こう なんていうかな流線形じゃないけどね、こうイルカのジャンプみたいな感じで下から上にぐんと上がってっていうのを繰り返すと、ちょっと見てみます、島の様子。ほらめっちゃ上上がったでしょ。こう下に向いてからのグイーンと上に上がって、あんまりでもやりすぎちゃいけないんだよね。すぐ戻さないといけないから、本当にちょっとずつしかいかない。グイーンって、ほら見てくださいよ、最初にね飛び立った場所よりもね高いとこ飛んでる今。ちょっとだけどね、めっちゃ視界が良くなってきた。ほらそこの下から飛び降りたんだよね。ちょっと上上がってんの、これ今戻ってきた完璧に。うん、上昇できましたね。おわー、めっちゃ綺麗。あ、すごいな、ここ下にこんなでかい湖があるんだ。ちょっと繰り返すか。はい、またね戻ってきた。ほらでしょ、高度上がってるでしょ、完全に上がってる、高度上がってる。高度の上げ方分かった。こう下下げて上にグーンと、あまりね下げすぎない方がいいかもしんない。これもあんまり長く上げすぎちゃダメ、少しだけ下げてからグーンと上がってふわーんってなったら戻す。これをね繰り返す、ひたすら下げてぐーんって上げてふわーんってなったら戻すみたいな。ほらめっちゃ上上がってるよ、やば、超綺麗なんだけど。さあご覧ください、こんな感じになっております。めっちゃ上まで上がってきたね。うん、まあ、これね多分時間をかければいくらでも上まで行けそうな感じなんだけど、ちょっともうキリがないんでね、はい、これぐらいにしたいと思うんですけども、今ちょうどねこの正面だな、あそこは拠点だな、やば。ちょうど今ね冬の季節だからね、島全体が雪に覆われて綺麗っちゃ綺麗なんだけどね。うん、
いや、こうしてみるとな、よくこんな広いとこぐるぐるただ単にひたすら歩いて一周したな。めっちゃ広かったな。そうですね。まあこう空から見るとね、うん、川の流れとか湖とかよくわかるな。はい、よし、まあじゃあ空の旅ね、これ楽しいんだけど、これキリがないんでね、じゃあまあ戻りますかね。はい、というわけでございましてね、無事戻ってまいりました。はい、このタワーね、もっともっと上まで作りたいですね。うん、やっぱりね、いろいろ試した結果上昇できることは分かったから、まあだから理屈上はね、無限にね飛び続けることはできるという感じじゃないでしょうかね。はい、まあでもあれだな、ここでね引きこもってね、タワーを作ってね、空に逃げててもしょうがないんでね、まあ次回からそろそろ地に足をつけてね、まだ行ってない洞窟やら何やら探索の方をね、探索全くやってないんだよな。うん、観光ばっかしてるよね、島一周とかさそして快適な暮らし作りとかね。そう、まあ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 、まあやっぱりね、ゲームはね、あの自分の好きなようなねペースで進めていくのがね一番楽しいんで。はい、ということで、でも、まあ、いよいよねやっぱりね、新しいアイテムとかも欲しいから、次回からね、洞窟やら何やら探索の方行きましょうかね。というわけでございましてね。はい、今回ここまでとなります。ではね、また次の動画でお会いしましょう。